衣服及び靴の提供箱オックスファムインターナショナルは、20の組織から編成される、貧困と不正を根絶するための持続的な支援、活動を90カ国以上で展開している団体である。オックスファムの設立は、第二次世界大戦下の1942年、英国のクエーカー教と社会活動家、オックスフォード大学の教育関係者が中心となり、 オックスフォード機が救済委員会を立ち上げたことから始まる。大戦中、英国全土で産声を上げた全国機が救済委員会の支部として地元市民が組織され、当時ナチス支配下にあったギリシャの上に苦しむ国民を英国政府は助けるべきと説得をしたことで知られている。1963年のカナダをきっかけに海外にも事務局が立ち上がり、 各大陸で活動が活発になっていった。1965年に組織名称をオックスフォード基金救済委員会から連邦で使用していた省略系オックスファムへと変更。1990年代以降、オックスファムインターナショナルの活動に賛同するパートナーは3000組を超える。特定非営利活動法人オックスファムジャパンは2003年に 日本で活動を開始した。経営資源上の問題が悪化したことから2018年3月に理事会として解散の方向性を決定し、2018年9月30日をもって解散した。これまで集めた寄付は2016年の熊本地震後、現地でスタートした母子支援活動への寄付と、オックスファムが世界で行う人道支援活動に使うとしている。 2018年7月3日に公表した2017年度年次報告書では、経常収益5171万5438円に、対市事業費、管理費として6364万4845円を支出したほか、固定資産助却損等を計上し、約1200万円以上の財産減少が発生した。その結果賞味財産が、 約37万円と経営状況が悪化していた。その後、オックスファムジャパンが2010年より開始した若者や学生を主な対象としたユースプログラムを発端としたチェンジネットワークが2018年10月に誕生した。設立のきっかけは、飢餓に苦しむ人々へ食料を供給することだったが、飢餓を引き起こす要因に対して、 戦略的な解決法を提言するようになった。食料や医療品の提供に加えて、人々が自立できるように様々な機器を提供したり、フェアトレードの促進などにも積極的に取り組む。活動は主に次の3つに分類される。仕事を作り出す人道的支援広報、宣伝2018年2月11日、A シュタイムズは、 2011年に男性職員がカリブ海のハイチで大地震被災者のための支援活動中に売春をしたとの調査報道を行った。未成年の女性が含まれていたとの未確認情報もある。さらに同団体の職員らが南スーダンで女性をレープ、リベリアで性的虐待、チャドで売春した疑いが明らかになり、 副事務局長を務めていたペニー・ローレンスが隕石辞任した。また、女性職員に対するセクハラ、性的暴行や不祥事の告発者に対する嫌がらせがあったこと、その際の組織的対応が遅れたことも明らかになっている。イングランドにあるショップオックスファムの募金活動は多岐にわたる。 英国では50万人以上が定期的に金銭的な寄付をしたり、オックスファムのショップで買い物をするなどして、活動資金を集める活動に参加している。また、個人となった支援者の遺言で資産が寄付されるケースも多い。また、毎年ロンドンで開催されるロンドンマラソンの参加者も、オックスファムへの募金呼びかけで感想を目指したり、夏に開催される。 グラストンベリーフェスティバルの会場でボランティアが警備員として自らの時間を提供する対価としてオックスファムに主催者から寄付が行われる。100キロを2日以内で歩くトレイルウォーカーも香港、オーストラリア、ニュージーランド、オランダ、英国、日本、カナダ、ベルギー、アイルランドなどで毎年開催されている。ありがとうございます。